どうもタビアンです。大怪獣物語続きやっていきたいと思います。勇者の館でいきなりね、たくさんの仲間候補がね現れましたので驚きました。せっかくなので、ちょっと調べましてね、各キャラクターの、紹介簡単にしたいと思います。タブヤンレベル3、火の海勇者万能型。まあ主人公なので外せませんよね。でパーティー3人まで選べるみたいで、まあ入れ替え自由みたいなんですが、皆さんならどのメンバーを選びますか？一緒に考えていただければと思います。そうですね、上から順番にいきましょうかね。1人目はバード、鳥族隊長、敏将型戦士。鳥なので、敏将性が高いみたいですね。まあ、鳥族の、隊長ということで、なんか収容所の、看守っていうの、護衛っていうの、それをなんかやってるみたいですよ。隊長をやってるみたいです。そして、続きましてマギー、記憶喪失大魔法使い。なんだかエッチそうな顔亀仙、ドラゴンボールでいうと亀仙人枠なんでしょうか。女性が好きみたいですよ、マギー。そして、上から2段目、ガロー、狼族の男子、攻撃型、まあ戦士とかっていうタイプなのかな。狼族の生き残りらしいですね。かっこいいですね、独眼流でね。そしてザルドン、石族族長。石族っていうのがいるみたいですね。もう見た目から硬そうですよね。防御型戦士、防御力があってパワーもあって、 だけど敏将性はないみたいな戦士でしょうかね。昔ながらのこの戦士タイプね、最後に行動するけど頼りになりそうですね。そして、クピクピは今回大気の回ということで、まあ回復、ちょっとなんか臆病さをオープニングで出してましたけど、まだね仲間にはできないみたいです。どこにいるんでしょうか。そしてバブ、オープニングでなんかリーダー格みたいなね、頼んだぞバブみたいな言われてましたけど、水の回であり雷の回でもあるみたいですね。なんかパワーアップしてますね。うん、前作に比べて頼りになりそうな気がします。バランス型バブ。そして、トキア、少女の魔法使いで、天候魔導士という、幼い頃なんかみなしごだったみたいで、天候魔導士のお師匠様になんか、出会って育ててもらったみたいな感じらしいですね、トキア。だからなんか10代前半っていうか10歳ぐらいなのかな、10代前半後半ではないっていうね、もうまだ子供ですね、トキアね。はい、どんな性格なんでしょうか。そしてポヨン、大食い怪獣、青魔法型としてますけども、なんか特殊能力は以前からねランダムワープとかありましたけど、ついにポヨン覚醒したみたいで、敵の魔法を覚えられるね、ファイナルファンタジーの青魔法っていうのがあるんですけど、そういうことがなんかできるみたいですよ。すごいねポヨン、いつ会えるんでしょうか。そして、女子2人、
人目はまずキララ、おてんば王女、王女様みたいですね。ティアラを装備しておりますけども、回復ができて、しかもおてんばなだけあって攻撃力もあるみたいですよ。なんだろう、魔法が使える武闘家みたいな感じなのかな。そしてリンダ、教会女子、攻撃はもう全く不得意で、回復一筋って感じですね。僧侶系なんでしょうか。まあなんて言うんだろう、ドラゴンクエスト3とかの僧侶よりもさらに攻撃力防御力は落ちて、回復魔法が2000問的な能力を発揮するんでしょうか。以上のメンバーから私タブヤン以外のね3人を選びたいと思います。でん、選びました、ガロー、バブ、キララでいきたいと思います。3人のステータスをもう一回見ましょうか。腕力はあります。攻撃力12、4、8、魔法特技なし、ガロー。バブ、魔力が10、魔法バクってなんだろうね、まあ、使ってみて覚えましょう。キララ、高1点になりますね、うちのパーティーの。攻撃力も結構あるっていう感じですかね。で、装備が何にも装備してないみたいなんで、買い物した方がいいね、これね。さあ、やっていきましょう、第3回。せっかくなので、現在のパーティーをね、こちら、横に表示してやっていきたいと思います。ちょっと待ってね、さあ仲間をね、仲間も決まったことですし、装備整えようかな。まずちょっと防具買おうか、レベル1だから。みんな355パール拾いましたから、川の胸あて全員変えるのか。防御力、大きな服、素焼きの壺って何、全員罰、旅人の靴、うわ靴一人一足二足いるからさ大変だよねこれ。まず胸あてを50パールかける3個買いましょうかね。あ、タブヤンもか。4つ買う？いや、ちょっとお金ないから3つでいいか。3つ買います。はいよ。あと、先にちょっと脚力より武器買おうかな。武器買います。ロングソード、うわ欲しいなこれ。タブヤンのやつ、スモール棒、あ、獣の爪、これ右手と左手に装備できんじゃないの。獣の爪2個買うか。まずガローのやつね。ガローのやつとサソリのナイフ。あ、ブーメラン。バブがブーメラン装備できますと。買っちゃおうか。はい。これ2個買わないといけないのかな。どうなんだろうね。鶴のムチ。あ、めっちゃ強くなるじゃん。キララがムチって。おてんばですね。買っちゃいましょう。はい。で、ロングソードとか買えないけど、これ逆にさ、アイテム売っちゃおうか。神頼みんとか売っちゃっていいんじゃないの。あ、魔力の実とかね。魔力の実いくらで売れる。
50%ある。よし売っちゃえポイズノンも売っちゃえ。拾ったもの全部、あ、8%あるか。これやめとくか。神頼みは、神頼み3個ぐらい売っちゃえ。36%ある。売っちゃいました。で武器を買うと、ロングソード、ロングソード買っちゃえ。 OK。 あとは靴だね。靴を買おう。敏捷性を上げる。まだでも売るか。神頼み全部売る。勝負に出ますよ。神頼みを売る。はい、売りました。全部売りました。買う。で旅人の靴、これが 6足いるんだけどあ、買えないな。4足までしか買えない。しょうがない。はい、買っちゃいました。でちょっと待ってね。装備しようか。これが楽しいよね。オートでつけるか。おー、ガロで、オートでバブ。うん、これまだ左手余ってるけどさ。キララオート。あー、キララの脚力がないよね。攻撃力でも、あ、タブヤンのこれ、あ、マジで言ってる？ロングソード21。あー、両手持ちっていうのはできないんだね、このゲームねそっか、攻撃力21。全員の強さをなんか一覧で見たいけど、あ、これか。攻撃力21、タブヤンが1位ですね。ガローとキララ攻撃力一緒なんだね。無知すげえ。防御力はまあみんな横並び。脚力、あとキララの靴だけですね。そのタブヤンのソードをさ、売っちゃえばいいんじゃない？ショートソード。はい。ちょっと待って、獣の爪2個装備はできないのか。2個買っちゃったけどな先走ったね。あー、両手持ちできない。獣の爪2個いらない売っちゃいましょう。獣の爪いくら？44%ある。あ、これで靴買えるんじゃない。いやー、買い物上手ですね。これで2個靴買って、キララにも、キララだけ裸足っていうのは申し訳ないもんね。オッケー、オートでいけるかな。よし、脚力上がりました。いやー、ワクワクするな。行こうじゃないか、みんな外の世界へ。なんか対岸に街見えてるね。それから前回手に入れました世界地図開きたいと思います。こちら、あー、いいね。こちら拡大するとこんな感じ。まあ世界の西側に今いるみたいですね。うん、ワクワクするじゃないか。これ便利だね、世界地図ね。はい、ということで逐一この世界地図使っていこう。スタンプラリーでなんかアイテム回収とかね言ってますけどね。セーブしておこう。セーブデータ消えないようにね、皆さん祈っておいてください。電池ね方式なんで。さあ、まず西に向かいましょうか。さあ、4人パーティーの初バトル。敵はまだ気づいていない。素晴らしい。まあ、作戦使う前に普
通に戦ってみよう。サイクロピオン、でガローがホスピラー行こうかな。バブ、バブ魔法爆金攻撃15ダメージだって。 MP6、 MP ないから無理なんじゃない。あ、いけんの。あ、 MP10 あるんだ。 OK。 でハド、水攻め敵10ダメージ。どうだ、バク毒攻撃、あ、ゼロ。何それ、ハド10ダメージ、まだ倒せない。基本ガローはもう攻撃オンリーだよね。でバク、あ、もうできない、1回しかできない。ハドも1回しかできない。でもこれ魔法の説明があるのいいよね、すごいありがたい。 OK、 倒しました。タブヤンレベル4、レベルアップです。ということで、なんか作戦かな、設定しようかな。はい、作戦設定しました。みんな攻撃、作戦4つまでね。回復、タブヤンがホスピ、回になります、全員守ります。これ使うことあるのかなガンガン行こうぜ。あ、ガンガン行こうぜ、ちょっとおかしなくなってるな。ガンガン行こうぜね。あの、本来は攻撃魔法、ごめんね、魔法バクで、魔法ハドにしようかな。はい、こんな感じでガンガン行こうぜ。セーブしておきましょう。何回セーブすんねんと言われそうですけども、これちょっと怖いな、行くの大丈夫、まだ早いんじゃない。遺跡の神殿、いや怖い怖い、一回退却しよう、一回もう一回ちょっとレベル2になるまで戦って戻りたいね。レベル1だからね、みんな。おお、なんだ、強そうな、初めてましてだね。みんな攻撃、弱い。ガローレベルアップ、キララレベルアップ、いいんじゃない、いいよ。この画面でさ、全員の攻撃力、防御力、脚力が確認できるのいいよね。うん。あ、キララレベルアップしたから魔法、なんか魔法を覚えたとかないのかな。あの、まだ回復魔法をね、キララとバブ使えないんだよね。魔法を覚えたときは覚えたって言ってくれるのかな、レベル上がったときね。最後オートでいいんじゃない、みんな攻撃、タブヤンが強い、おー、ガローも強いね、バブレベルアップ。あ、しかもさ、これレベルアップしたら回復するから全然いけるね、宿屋に戻らなくても。よし、このまま行こう、行くぞ。あと、このゲームの特徴というか、セーブ、あの、全滅したら一体どこからになるんだろうな、それ気になるんですよね。まあ、全滅、試しに全滅したくないから。負けないようにするけど。行こう。西の遺跡の神殿。あ、ダッシュできる。宝箱発見。あ、こっちから取れない。ここ見えない壁あります。神頼み、オッケー、神頼み一回全部撃っちゃったからね。みんな攻撃できんじゃない。あー、ブーメランいいね、ムチいいね、みんな攻撃、ホスピ使えるのかい、マジでか。
こいつホースピ使うの？バブの全体攻撃いいね、ブーメランね。ガロー3、レベル3。キララレベル3。あ、もう追いついたね。あ、タブヤンレベル4か。ネクストレベルは50ね。バウはちょっと成長が他の2人より遅い感じだね。階段ありますよ。え？うわー、はじめましてのやつ出てきたぞ。スキルメイジ、はじめまして。みんな攻撃でいいか。オッケー。あ、1ポイントね。全然いける。うっそ、バブ2回攻撃できんの？何それ。バブリエントラを覚えた。リエントラってなんだ？リエントラ、あ、迷宮脱出。あ、これいいじゃん。しかも MP30 まで行ったし。天井から紐が垂れ下がっている。引いてみますか。はい。うわー、何これ。え、うわー、何今の。そんな仕掛けが。こっち何もないかな。一応左右チェックしてから行こうぜ。みんな攻撃。バブより強いね、キララの無知。また回復使いやがって。あ、ラッキー攻撃出た。会心の一撃みたいなものか。ドラゴンクエストで言うとタブヤンレベルアップです。魔法バンを覚えた。魔法バン、なんだ、確認できるからいいよね。あ、火炎攻撃ね。なるほど。 MP6 消費。いや、6消費するんだったらもう通常攻撃で、あのホスピに回したいよね、 MP をね。よしよしよし、みんな敵雑魚キャラ一撃で倒せるようになりたいな。この辺のね、ガローレベルアップ、キララレベルアップ、スノーマを覚えました。どんどん成長するじゃない。キララスノーマ、あ、水攻撃敵全、あ、全体攻撃なんだ。 MP8 かかるけど、最大 MP も4になっ40になったぞ。あ、嘘だ。え、しっかりしてよね、痛いじゃないの。この可愛い顔に傷でもついたらどうするのよ。まったく頭を使うのよ、頭を。おてんば姫キララに、王女様に怒られた。真ん中通ったらダメなんだねこれ。嘘。また怒られるよ。しっかりしてよね、痛いじゃないの。じゃあ右から2つ目にしようか。うそー。何これ。あ、また怒られる。いや、毎回怒るのやめて。じゃあこう左か。え、どういうこと？まっすぐはいけないの？真ん中で行ったらでも途中まではいけたよね。まあ、とりあえず一番左も行ってみるか。あー、やっぱり真ん中だ。え、なんかもっとシンプルに行ける方法あるのかな。ここはいける、ここもいける。ここで左かな、右かな。あ、いけた。怖い。あ、いけた。敵落ちなかったのかな。おお、誰これ、サンドマン。
作戦ガンガン行こうぜにしようか。あでもさ、新しい魔法覚えたらマクロも変えないとダメだよ。お強い、おーいいね、バブレベルアップです。上落ちるなよ。あー最後落ちるんかい。くわー惜しいな。しっかりしてよね、痛いじゃないの。え、ちょっと覚えてる間に行かないとな。こっち行ってで、ここここダメだったからどうしようかな。これ上行くか、もう一個左真ん中、あーダメだ。くっそー、あと一歩のとこなのに。もういけるでしょこれ、普通の攻撃で。ブーメランいいね、よし全然いいよ。ついにレベル上がらなくなってきたな。レベル5444、真ん中からこっち行ってで、ここだね、ここを上行くか。あ一番左まで行けばいいのかな。行っちゃえ、あーあー一番上のとこ右端から3つは落ちると。どっか1箇所だけなんだろうな、あと2分の1の確率ですよ皆さん。ここでここ、あえ嘘でしょ。いやこれだいぶ難しいな、1回下がらないといけないっていうことか。マジで言ってんのか。ここで下行くしかない、下行って左左、もういけるだろ、よーし。竜の背骨みたいな、宝箱取りたいじゃん。あ取れんの、魔力のみ、けえこっち行ける、あこういう風にしたらいけんのか。おほほ1個ずれてた。普通の攻撃できるでしょ。もう こいつら見たことのあおる顔のやつらはね。初めましてじゃなかったらいけるよ。お神頼みに敵落としたガローレベルアップです。忙しいキララレベルアップ、いいね。あバグーが現れた、うそー敵が出てくんの？そういうのあるんだ。バグ弱いからいいけどね。バイタリン A、 初めて取った。なんだバイタリン、あ整頓しようか、はい。バイタリン A、 あ体力回復80、もう道具屋で売ろう。80もいらないから。これ左、あまだあるね宝箱。あバイタリン、バイタリン A、 これ売っちゃいますよ。わいっぱい出てきたな、ちょっと待って、これはあの全体魔法したいスノーマ。初めてですか、わー気持ちいい、これはいい。スノーマ魔法ダッシュを覚えた。バブなんだダッシュ、速度上昇味方全体、あ敏捷性が敏捷性というか脚力か、脚力が上がるのかな 25%。 みんなヒットポイントは大丈夫かい、っていうかガローがさヒットポイント50にもあるんだ、すごいな。戦闘に変えてもいいかもね。でも主役は私だから戦闘は私が行く。 OK 全員攻撃できいけるだろう。
いやー、安定した戦い。ターブヤンレベル6。あ、鉄の爪。お、ガロがつける獣の爪から鉄の爪。おお、攻撃力が4アップです。いいね。ということでガロー強くなってるね。攻撃力42。いやー、ガローを選んでよかった。皆さんならどのキャラを選んでましたか？今回はここで区切りたいと思います。次回もお楽しみに。さよなら。